リンカルスは、ハチュ有コユーリンモクコブラかリンカルス属に属する、有毒ヘビ。本種一種のみで、リンカルス属を形成する、特定動物。別名のリンガルス、毒ハキコブラ、毒フキコブラのうち、日本では、毒ハキコブラや毒フキコブラの名でよく知られる。南アフリカ、レソト、トランスカイ、スワジランド、ジンバブエと、 モザンビーク国境周辺全長90から110センチメートル。体色は黒色で、覆面の首の部分に一つまたは二つの明るい横縞が入る。全体に縞模様の入る個体もいる。フードコブラ属の種とは異なり、鱗の隆起が著しいのが特徴である。主には神経毒で細胞毒も含まれる。噛まれるとその細胞毒の作用で、 交渉部位を中心とした皮膚の広範囲な絵師を生じることがある。毒は他の小ブラ科の種に比べると粘り気が少なくサラサラしている。一般に毒蛇の牙は先端側に向いた噴出口を持ち、毒液の注射針として機能するが、リンカルスの牙の噴出口は前方へ向いており、退治した相手に毒液を吹きかけることができる点が特徴で、 毒武器の別名の由来となっている。身を隠すのに適した草原地帯を好んで生息するが、湿地帯などにも多く見られる。危険を感じると風土を広げて立ち上がり、噴気音を上げて威嚇する。本種は非常に巧みな儀式行動をとることでも有名である。植生は動物食で主にひきがえるを食べるが、小型爬虫類、小型両生類、小型哺乳類等も食べる。 繁殖形態は、アフリカのコブラには珍しく卵体制で、1回に20から35匹、多い時には65匹もの小蛇を産む。防御行動として白毒液は、敵の目を狙って2.5メートルから3メートル弱にまで飛び、目に入ると激痛を感じるだけでなく、最悪の場合は、失明に至ることもある。ありがとうございます。